皆様こんにちは、備前の国鉄道です。今日は岡山市内にあるショッピングモールに来ています。お目当てはこちら。先日8月31日にタカラトミーアーツから発売された日本信号ミニチュア陶器コレクション鉄道編です。友人からあそこのショッピングモールにあったよとの情報をいただき、たまたま今日休みだったので大雨の中回しに行ってきました。1回300円で今回は3回回してきました。黄色いカプセルが出てきました。中身は家に帰ってから確認しようと思います。ということで帰宅、早速見ていきましょう。今回は3回回しましたが、黄色いカプセルが2つ。なんだか嫌な予感がします。まず最初は緑色のやつから開けていきましょう。何やら四角い物体が入っていますね。これはもしかして、緑のカプセルに入っていたのは列車進行方向表示。踏切の下によくついている電車がどちらの方向へ向かって走っていくのかがわかるあの機械ですね。裏側に絶縁シートが差し込まれているので、これを抜きましょう。そうすると本物と同じように赤色の矢印が点灯するようになっています。明かりを消して暗くしてみるとこんな感じ。まさに本物そっくりな光り方ですね。さらにこの進行方向表示器はスイッチをスライドさせることで点灯する矢印を切り替えることができるようになっています。続いては2つ目、黄色のカプセルを開けていきます。先ほど取扱説明書を見忘れていたのでここで紹介します。日本信号とは、道路や鉄道の信号機、自動改札機、自動掃除ロボットなどを作っている東証一部上場企業で、鉄道、道路の信号機メーカーとしては国内トップです。今回のガチャガチャはそんな日本信号が手掛けている鉄道用の信号機5種類がラインナップされています。対象年齢は15歳以上となっています。こちらのカプセルに入っていたのは中継信号機と呼ばれるちょっと特殊な信号機です。中継信号機とは線路がカーブしていたりして、赤、青、黄色で示された普通の信号機が運転士から見えづらい時に設置されているもので、その先にある普通の信号機が今何を表示しているのかを教えてくれる親切な設備です。ライトがたくさんついていて複雑ですが、この並びは制限信号を表しています。次の信号が減速、注意、警戒のいずれかの制限信号である場合に点灯します。この信号機は先ほどの進行方向表示器のようにライトを切り替えることはできません。最後に3つ目のカプセルを見ていきます。残念ながら被ってしまいました。先ほどと同じ中継信号です。ということで今回は最近発売されたばかりのミニチュア信号機のガチャガチャをご紹介しました。皆さんのお家の近くのお店にも登場しているかもしれませんので、買い物やお出かけのついでに探してみてはいかがでしょうか。簡単な動画になりましたが、この動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。